先ほどライセンスの取り扱いの話とかがあったので、なかなかいいタイミングなのかなと思って、いただきます。まあ、オープンソースツール、オープンソースコンプライアンス、コンプライアンスをどう守っていくかみたいな時に考えた時に、もしかしたら使えるかもしれないというツールなんですけど、まあ、その紹介させていただきます。東芝の浜です。まあ、今書いちゃったんですけど、小林のところで働いています。まあ、自己紹介をすると、入社してすぐはしばらく組み込み系のデータベースやってたんですけど、今はこうオープンソースを社内にどうやって使っていくかみたいなのを、考えていってくれないかみたいなことを言われて、まあ、そういうなんていうかな、こういろいろ社内の立ち回りとかツールを調査したりとか、そういう仕事させていただいてます。で、もしかしたら聞いたことあるかもしれないんですけど、今日ちょっと SW360 っていうツールを紹介させていただきます。ちょっと聞きたいんですけど、もしお名前、この SW360 っていう名前を少しでも聞いたことある人いたら手を挙げていただけますか。その中でちょっとでも触ったことがあるよっていう方いたら、じゃあ、今日は自分で操作するので、それを見てこういうふうに使うんだっていうのを覚えていってもらえたらいいかなと思います。もちろんいろいろどうやって入れるかとかもなんですけど、こういう機能が欲しいねっていうのも、まあ、言いたいんですけど、とりあえずじゃあ使ってるところをメインにお話ししていきたいかなと思います。で、まあ、その本日の目的なんですけど、じゃあ、まあ、まずは知ってる人を増やそうかなと思います。まあ、いいとか悪いとか置いといて、こういうものなんかあるんだなっていうのを、まあ、こういうツールを、ここでシェアすることによって、なんだろう、そのオープンソースの守り方みたいなのをどうやって考えるかっていう時の可能性の一つにしていただけるといいかなと思います。で、まあ、じゃあ簡単な紹介だけして、まあ、時間があればインストールの仕方とかすぐ動かせるように、したい人向けにちょっと説明します。後でスライド上げる時に英語にしてちゃんと、コマンドコピペでインストールできるような資料にしておくので、その時に活用していただけたらなと思います。今ちょっとこのスライドではできてません。で、まず、既に公開されているドキュメントについて、もし手元になんか端末がある方は SW360PDF とかで検索してもらうと、いくつか出てきます。まあ、それを参考にしながら見てもらってもいいかなと思います。で、まあ、参考としてオープンコンプライアンスサミット来週あるんですけど、そこでも、このツール、実際にもメインで、開発されている方が、来て発表していただけるようなので、まあ、そういうのも参考に、まあ、僕もこう楽しみにしてるんですけど、こう、まあ、参考情報としてはこういう場もあります。で、まあ、早速なんですけど、じゃあ SW360 って何なのかっていう話なんですけど、ポータルには、ポータルというか、まあ、GitHub 上にはソフトウェアコンポーネントのカタログアプリケーションと書いてます。まあ、カタログって言ったら皆さんいろんなイメージすると思うんですけど、まあ、何をしているかっていうと、まあ、先ほど分析こうすごい大変だよねとかって言ってるんですけど、まあ、1回は頑張りましょうと。で、1回は、いろんな分析をやったものをカタログ化して保存するときに、保存することによって2回目3回目でライセンスだったりオープンソースの取り扱いを、まあ、考えるときに、参考にして手間を減らしましょうという、ものです。で、まあ、そういう意味でカタログという意味合いです。最初からデータが入っているわけではなく、自分で分析したものをどん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 登録していくものとなっています。まあ、いいのかな、カメラ入ってるのかな。そうですね、うちも最初は頑張ってます。でもこう2回目3回目、やっぱり先ほどの分つも話とかもありましたけど、まあ、何かをやるときに最初頑張ってもこう近いグループ内、うちの弊社のグループ内を見直したときに、あ、こことここはこういう情報を共有してたら便利だよねとかいう場面が、まあ、多々あって、まあ、そういうときにこういうカタログみたいなのがあったら便利だなと、いうことでちょっと今うちでは導入を検討している段階です。で、まあ、
まあでも今日はいいとか悪いとか言うつもりはなくて、あの触ってもらう人とこういうところがいいよ悪いよっていうのを、まあそうですね、次回のジャンボリーとかでこう教えていただけるとまず嬉しいかなと思ってます。じゃあもう早速なんで、まあ、どういう機能があるかだけ紹介して実際に使っているところをお見せしたいかなと思ってます。まあ先ほども言いましたように、カタログ機能なので、初期は最初は自分たちで分析しっかりしたものを入れます。で、まあ、その後にちゃんと見れるように、して初めてカタログになるようなアプリケーションです。で、まあ、どういう情報が管理できるかというと、まあ、まずソフトウェア開発とかだったらプロジェクトラインっていうものがあるんで、そのプロジェクトの情報と、まあ、次に使うソフトウェアコンポーネントの情報を登録できます。まあ、でもこのコンポーネントっていうのを、まあ、どの流度で考えるかっていうのはそれこそいろいろな考えがあって、そこら辺はちょっとノウハウになっちゃうんですけど、まあ、あの細かい流度で登録できるので、まあ、そこを登録していって、どのプロジェクトで管理するかみたいに、取りまとめられるようになってます。で、まあ、このコンポーネントちょっとすごいなと思ったところは、脆弱性情報をある程度自動で引っ張ってこれるようになってます。あの登録するときに、その CPI だったかな、ちょっとなんかその脆弱性に関する、ソフトウェアの名前を入れておくんですけど、そしたらある程度関連のある、脆弱性情報を、アメリカのどこかかな NVD データベースから引っ張ってきて、自動で登録してくれるような機能があります。で、あと、ライセンス情報、まあ、フォストロジーとこれある程度つながるようになってまして、このカタログにソースコードをペタって貼り付けると自動でフォストロジーに、自動ではないんですけど半自動で、転送してくれるようになっています。で、まあ、そこでフォストロジーで分析した結果を、まあ、こちらに登録するというようなことができるようになっています。で、まあ、他に、今からちょっとデモするのは GUI 情報の操作なんですけど、まあ、ある程度、まとめてできるような API の機能だったり、自分ではまだ試してないんですけど、まあ、いくつかの商用管理ツール、もうすでにオープンソースの管理ツールっていうのは商用でもいくつかあるんですけど、そこからデータのインポート機能があるらしいです。もしなんか試した方とかがいたら、次回どういう操作感だったとか、どういうデータがインポートできたのかとかって教えていただけると嬉しいかなと思ってます。で、このドキュメント作成機能っていうのも最後ありまして、まとめて、こういうライセンスが多分まだ自分でちゃんと動かしたことはないんですけど、プロジェクト単位でこういうライセンスが管理できてますよっていうのを一括で作成するように、まあ、そういう機能があるようです。で、まあ、ちょっとそこら辺の使い心地とかは、次回報告できたらいいなと思ってます。で、じゃあ実際にさっき入れたての、SW360 があるので、それを操作しながら説明しようかと思います。まあ、こういうログイン画面になってまして、自分の持っているプロジェクトだったり、コンポーネントだったりが、確認できるのがホーム画面となってます。入れたてなんでデータは当然入っていません。で、まあ、ちょっと例えばプロジェクトとかを登録しようとしたら、まあ、プロジェクトの名前だったりバージョンだったりテストとかバージョンだったり、まあ、1.0 とか、このプロジェクトの情報、カタログ情報誰が見れるかとか、まあ、今は全員だとか、まあ、いっぱい項目あって自分はまだ把握しきれてないんですけど、まあ、プロジェクトの種類だったり、が登録できるようになってます。でもここをちゃんと入れて、登録するとプロジェクトリストに作ったテストが出てくるようになります。で、まあ、ちょっと見たら分かると思うんですけど、ここにフォストロジーっていうオープンソースライセンスチェッカーがあるんですけど、まあ、ここから先ほどの場面で添付ファイルを選ぶシーンがあるんですけど、まあ、そこに選んで、選んでおくと、まあ、フォストロジーにまとめて送るよっていう機能とかもあります。
そして次ですね、まあ、コンポーネントの単位がどう登録するかとかいろいろ話はあるんですが、とりあえずプロジェクトで使われているソフトウェアコンポーネントも登録できます。まあ名前とか何でもいいのでテストとかにしておきましょうか。で、まあ、カテゴリーとかも、まあ、いくつか選べるようになっているんですけど、まあ何でしょうね、ライブラリーとかにしておきますか。まあいろいろこうオープンソースのタイプとか入力した上で登録できるようになっています。で、まあ、当然コンポーネントって言ったらソフトウェアなのでバージョンとかもあると思うので、一度登録すると次にバージョンはどうなりますかっていうバージョン情報を入力できるようになってます。まあ、例えば 0.00 とか、まあ、これでコンポーネントバージョン単位で管理できるようになってます。で、まあGit のレポジトリだったりとかも、書けるようになっています。で、まあこうすることによって登録された情報が、カタログ化されまして、ここに登録されるという形になっています。で、まあ今は手動でやりましたが、例えば、ここにデフォルトのデータがあるので、このフォーマットに合わせて、Excel、CSV ファイルを作って一気に入れることも可能ですし、なんだろうな、API 通していろいろやることもできるようです。で、まあ、せっかくなんで、こう例えば、こういうライセンスがあるか、ライセンスを登録できるんですけど、テンプレートがデフォルトで入ってます。で、まあ、どういうライセンスなのかっていうのは、しっかり確認できるようになってまして、まあ、これはテンプレートなんで、名前と条文だけ入ってるのかな、入ってるんですけど、入れるときに、このコンポーネントは、こういうライセンスが入ってるっていうのが、登録できまして、せっかくなんで選んでみよう。例えばさっき作ったテストのコンポーネントのライセンスが、人が出てくるんですけど、まあ、適当に選んで BSD とかこういうのを選んで、まあ、登録するようにできるようになってます。このライセンス情報はしっかりと使うと、もし使うとなれば自分たちでちゃんと入れてください。で、まあ、ここで、ライセンスが登録されまして、こういうライセンス情報が入ってますよっていうのを確認できるようになってます。まあ、でこういうようなことを、まあ、今1件やっただけですけど、こう、まあ、いくつもいくつもやっていくことによって、どのプロジェクトがどういったものを管理してるかっていうのをまとめて管理できるようになってます。まあ、そうすることによって、まあ、2回目3回目使うときには、これを参考にして、まあ、少しでもライセンスチェックとかコンプライアンスを守るときに、まあ、守る作業に、負荷をかけないようなやり方ができます。ただ、人間の目でちゃんと見ないといけないところはやっぱりちゃんと見ないといけないので、まあ、そこはちゃんと注意しないといけないかなというものです。
あと、まあ、NVD データベースから、脆弱性情報とかも、入って見れるようになってます。で、まあ、少し、SW360 の仕組みが気になる人向けに紹介させていただきますと、まあ、インストールは簡単です。デイグラント使える環境ならば、やり方を見て、GitHub を見たらすぐにできるようになってます。もちろん仮想環境じゃなくて直接インストールすることもできます。で、まあ、ちょっとここら辺はまだなので、後でできた時に貼り付ける時にしっかり書いておきます。で、まあ、使った書簡なんですけど、これもちろんエンジニアの人も使うと思うんですけど、まあ、例えばホームの人だったりそういう感じの人たちも使うので、そういう人たちからもどういう風な使い心地でこういう機能が欲しいなっていうのが、フィードバックが欲しいなっていうのが今の所感です。で、まあ、ただこういう導入する際にはやっぱりこう社内政治みたいなのが必要なのかなとは思ってます。で、先ほどもありましたが、コンポーネントの流度っていうのをなんかどこからどれぐらい細かくソースファイル単位で登録していくのかとか、そこら辺もいろいろ管理する上では考え方があるのかなと思ってます。で、まあ、あとそうですね、日本利用ユーザーは必ずしもこうエンジニアってわけでもないので、日本語とかあったらいいなと。で、まあ、これはソースコード個人的にはソースコードレポジトリともっとこう深く連携できたらいいのとか、ちょっと挙動が不安定みたいなのがあって、まあ、ここら辺はオープンソースなので自分でやれということで自分でやっていってもいいかなと思ってますが、まあ、今の時点ではこういう所感を得られました。まあ、そうですね、最後にという言葉に変えて、GitHub のレポジトリだったり、開発言語だったりを紹介して終わります。で、まあ、GitHub の URL と Java でできてます。ID は NetBeans を使ってますが、なんか Eclipse はダメらしいです。で、あとスクリプト、ベイグラント使うときのスクリプトはここにあります。といった感じです。以上です。これって SW360 って名前はなんで SW360 って名前？それは気になりますね。すいません、突っ込んじゃいけないところです。自分たちの作ったものではないから分からない、こういうツールがあるって紹介なんですけど、なんか360度見回せるからから来てるんじゃないかなと思ってます。360って言って377って370それ古い人だな。はい、その多分プロジェクト間で、はい、そのライセンスの矛盾とかを、はい、分かるようにできると便利かなと思うんですけど、ある程度の機能は、ありまして、なんかライセンス登録するときにこれが GPL にどれぐらい関係してるかぐらいの項目は確か登録できたんですけど、実際に矛盾してるときにバッて見つけてくれるような機能は、ないかなと思ってます。 API 開発とか、はい、そこら辺使ってもできたりしないのかなとか、はい、はい、そうですよね。それは、まあ、でさっきのリードの話もあるので、はいはい、例えばリポジトリ単位で同じでバージョンが一緒で、はい、まあ、ブランチ情報とか分かんないですけど、はい、そういうのが大体一緒 で、はい、でアイデンティファイしてるんだけどライセンス情報がなぜか違うと か、はい、なんかそういうのがある程度自動で分かるとライセンス準拠に関しても、はい、なんていうか向上できるかなと。おっしゃる通りで思いました。まあ、当然社内でも分かってまして、まあ、今日何をどういうふうに開発してるかっていうのは省略したんですけど、まさしくそこら辺を今検討してまして、うまくいけたら貢献したいかなみたいには考えてます。はい、SW360 までは真っさらなデータベースにそれをここで作るわけです。
そうですね、一番最初はそういう状況になります。で、はい、カタログなのでこう2回目に同じようなことが発生したときは見るだけ、参照するだけっていうようになれば、まあ、楽になるっていうツールですね。はい、で、まあ、社内の調整ができて、例えば、その登録の作業を、はい、3つのプロダクトワークとしては、3回よりもいっぱいやったのかなと思うんで、社内に登録できると思うんですけど、はいまあ、デビアって多分いろんなところで、そうなんですよね。公開されている、はい、なんかマーケットプレイスみたいな、そんなようなところがあると、なんか楽かなと思って、登録の作業みたいなコストをシェアできるかなと思いました。なるほど。なんでか、それは社外を超えたやり取りみたいなのが、あったら、で、まあ、ここに登録できるように、みんなでやり合ったら、確かに、うん。だけど、それって、難しいかワイナリーの話に絡むんだけれど、デビアンを使って、あるコンフィグにして、ワイナリーを作りましたよ。で、コンフィグのやり方によって、どういうモジュールが入ってくるかっていう話が変わってくるはずだから、だから、同じデビアンでできたワイナリーですよって言っても、その中に入ってる、オープンソースソフトウェアは何ですかっていうのはケースバイケースで全部変わってきてしまう可能性があってっていうことはこの SW360 っていうツールいいツールなんだけれど運用にするとえらいことになるよ。例えばある人がデビアンでこれこういうふうなやつやりますよ、それを何も知らない人がパックンと飲み込んじゃって実は全然違うコンフィグなのにこれデビアンですね、じゃあこれ同じですねって言ってそれ信じてやっちゃうとおそらくきっと事故が、うん、だから、おそらくそこら辺の運用が結構社内の運用ルール、ノウハウみたいなのは、うん、ここでできる限りはシェアしたいなと思ってます。うん、今の言ってたことまさしく懸念材料でして、ねうん、ただどこまで人間の組織が これを使えるように、うん、組織立てて組織を作っていくかとか、ルールを周知していくかみたいなのは非常にやっぱり大切なツールだと思います。うん、で、もう一つはい、OSS コンポーネントとして多分登録すると思うんですけど、はい、OSS の中でもそうですね、ライセンスが確認できたりすると思うんですけど、はい、そこの情報って保存できる？はい、ライセンスは1個だけじゃなくていくつかで、そのうちにメインが何かみたいな登録は可能です。はい、で、いっぱい入ってたらいっぱい入ってるっていうことも分かりますし、フォソロジーの結果を、これは何ていうか運用のノウハウみたいなんですけど、フォソロジーの結果を貼り付けるっていうことでどういうふうに中が入っているかっていうのは分かるようにはなります。他にありますかっていうか、僕ももう一つなんだけど、はいはい、これさっきの名前の話に近いんだけど、はいはい、SW360 っていうものを、はい、主力になってる開発なって開発してる人たちってどういう人たちか、はい、例えばそうです、ね、何々社の人とかそういう感じとか、それは言えることだと思ってまして、オープンソースコンプライアンスサミットで発表してくださる方が、はい、ジーメンスの方で、ジーメンスさんはもしかしたら来週どれぐらい使ってるかとか言ってもらえるかもしれないんですけど、うん、少なくとも実際にこれを中で使って回してるみたいな話は、まあ、聞いたことがない。それ どこまで使ってるかとかまではもちろん分かんないですけど、これがもう実際に社内で、使われてるツールっていう話は聞いたことがあります。うん、SW の S はジーメンスなのかな。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとこの話です。ジーメンスの方が発表されるので。ジーメンスはフォソロジーも相当そうです、フォソロジーも相当やってフォソロジーとの関係ある人なんですね。はい、フォソロジーやってる人と結構近い人、近い人、だいぶ近い人です。同じ人です、はい、なるほど。他はじゃあどうもありがとうございました。大変参考になりました。